こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は中国人口の真偽について解説していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。霊夢は中国といえば何を思い浮かべる？中国といえば、金平さんのふくよかボディと、あとはこの間魔理沙に解説してもらった少数民族の問題とかが印象に残っているわ。あとはなんといっても人口大国よね。世界一の人口を誇る国ってところかしら。少数民族の話を覚えていてくれたんだな。ただ、人口については、最近インドに抜かれたって話もしたはずだぜ。そうだったわね。しかし霊夢、世界でトップレベルの人口を持つ中国なんだが、実は、中国の人口が実際より少ない可能性があることを知っているか？え、中国の人口には、嘘が含まれているの？まあ、中国は怪しいところもたくさんあるから、人口を持っていたとしてもおかしくはないけどね。今回は、中国の人口偽装について迫っていくぜ。ねえ、魔理沙、なんで中国の人口がおかしいと言われるようになったの？それは、おととしに判明した中国の個人情報ハッキング事件が関わっているぜ。2022年7月4日、ハッカーが集まる闇サイト、ブリーチフォーラムズにとある文章が投稿された。2022年に上海公安のデータベースが流出した。このデータベースには、数十億人の中国国民に関するテラバイト規模のデータと情報が含まれている。とんでもない爆弾が投下されたわね。チャイナダンを名乗る投稿者は、その投稿とともになんと75万個のサンプルデータを提供した。これは相当、本当っぽいわね。早速数々の報道関係者や研究者がデータを確認し、架空ではないということが判明したんだ。そんなデータが数十億人分あるのよね。嫌な予感しかしないわ。その通り、その後の投稿がさらに中国全土を混乱に陥れた。まさか。そう、個人情報の販売を始めたんだ。犯人は発言通り10億人分の個人情報を持っていた。それをダークウェブ上に流出させたんだぜ。10億人分の個人情報？最悪じゃない。その後、ハッカー集団は、盗んだデータをダークウェブで、1セット10ビットコイン、約20万ドルで売りに出していたんだ。ハッカー集団は、金儲けのために、国家機密を盗んでいたのね。とんだ窃盗団だけど、そんな大事な情報を抜かれちゃう方もどうかしてるわ。データサンプルを研究した人によると、データは異なるデータソースから取得されていて、犯人も企業や政府職員からデータを入手したと述べているぞ。どこもかしこもガバガバね。そしてこの10億人のデータが流出したことから、中国14億人は嘘で、本当は10億人なのではないか、と考えられているんだ。国家機関から10億人のデータが盗まれたのに4億人は無事でしたっていうのもおかしな話よね。これが人口動態を調査するためのサンプルデータだという主張もあるようだが、統計処理をするためにわざわざ全体の 70% ものサンプルを使用する必要はない。つまり、中国の人口はインドに競り負けどころではなくゴリゴリに負けていると考えられるんだ。それだけが希望みたいな感じだったのにね。なんで中国は人口を水増ししていたのかしら？さっき霊夢も言っていた通り、人口の多さは中国の希望だったからな。労働人口の多さを掲げて、外資を誘導しようとしていたのだろう。じゃあ人口が嘘だったら、投資家たちはとんだ外れを引いたことになるわね。実際に人口の水増しが真実だった場合、影響はすぐに出てくるだろう。外国の自動車メーカーや携帯電話の製造会社は、人口が増えるという見込みがあるから、中国に投資してきた。また、中国市場の拡大に期待を寄せ、低コストの労働力を活用して、輸出向けの製品を生産してきたんだ。確かに、中国の成長性に期待して、いろんな投資家が中国に投資していることを、聞いたことがあるわ。だが、人口の水増しのせいで、これらも持続不能になるぜ。中国に投資した外国は、大きな損失ね。確かに、騙した中国が一番悪い。だが、企業が長期計画を立てる際、中国の公式統計データに依存してきたことにも、一定の責任があるぜ。改ざん、捏造といった、中国のお家芸に目をつぶっていたのは、軽率だわ。日本も輸入を中国に頼っているところがあるから、向き合い方を見直す必要があるわね。確かにそうだな。にしてもいつかは痛い目を見ることが分かりきってることなのに、よくこんなことがまかり通るわよね。まあ中国の政治は、一枚岩のトップダウン型だからな。トップダウン型？トップダウン型とは、上層部で決めた意見を社員へ伝達する仕組みのことだぜ。具体的には、経営陣や指導者が意見を決める、その内容を部下に伝えて実行させていく感じだな。これからの行動が鶴の一声で決まるため、スピーディーな意思決定が求められる場合や、回答期限が差し迫っている時に適しているな。つまり、会社で例えると、ワンマン社長が会社を経営しているという感じね。そういうことだな。トップダウン型は、一声で行動が決まるため、独裁的リーダーシップとも呼ばれている。だからこそ、データ改ざんを助長する体質を生んでしまったんだ。
指導者が権力に溺れてしまった時に、起こりがちよね。確かに独裁者はそういう傾向になることが多いな。現在、中央政府は、高速道路や新幹線の建設といった壮大な建設プロジェクトを進めているが、人口を水増しするならば、これも無意味なプロジェクトになってしまうだろう。たとえ人口増加を見込んで不動産を開発しても、入居者がいなければ新築物件のゴーストタウンができてしまうだけよね。水増し疑惑を後押しするように関連業界を含め、収益性に乏しい不要な事業が増え、現在は不良債権が膨大に積み上がっているんだ。人口の水増しによって、本末転倒の事態が起こっているわね。ああ、でも、人口の水増しによる影響は、それだけじゃないぜ。高齢者の医療保険や年金にも、その影響が及んでいるんだ。高齢者の医療保険や年金にも、その影響が及ぶなんて、高齢者にとっては偉い迷惑ね。1960年代に生まれたベビーブーム世代には、労働力の増加を前提として潤沢な支給が、約束されていたから、彼らにとってはたまったもんじゃないな。そんな状況だから、武漢などの大都市では、白髪革命と呼ばれる抗議デモが起きているぜ。国民の怒りが頂点に達しているわね。そりゃあ、医療保険の給付金が減らされているからそうなるのも仕方ないな。医療保険の給付金の減額？医療保険の給付金減額は、高齢者にとって命に関わる問題だから、高齢者が怒りの声を上げるのも当然ね。中国の夢である一帯一路構想はすでに持続不能となり、挫折しかけている。人口の水増しに関与していた人からすれば、そもそもそんな構想が実現できないことは、分かっていたかもしれないわね。そうかもしれないな。それにしても実際問題4億人もの人口を偽装するって、どんな手法を使ったのかしら。まあ鶴の一声でどうにかなったのかもしれないが、おそらくもう一つのお家芸も関係しているだろうな。もう一つのお家芸？死人に口なしってやつだよ、霊夢。マリサが言いたいのはつまり死亡者数の隠蔽、ってことね。ご名答だ。大躍進政策だとか天安門事件では死亡者数が隠蔽されたって聞いたことはあるけど、まさか今でもそんな隠蔽工作をしているの？よく知ってるな霊夢。まずは1959年から1961年にかけて、大躍進政策によって引き起こされた飢饉によって、約3755万人以上の人が亡くなったと考えられている。そして1989年の6月4日、天安門事件では中国内部のデータによると約1000人。ホワイトハウス、英国の機密文書によると約1万人が亡くなったと考えられている。ちょっと数値の差がとんでもないわね。まあ中国側が隠蔽を行ったことは間違いないだろう。隠蔽するなんて最低ね。どうして中国は死者数のデータを隠蔽したのかしら？その理由は、死者数のデータを隠すことで、国内外のイメージを守ろうとしているからだ。情報が外に漏れたら、政治的にも社会的にも大問題になるからな。へえ、それって、私たちが知らないだけで、陰でいろいろ操作されてるのね。そういうわけだ。でも、マリサ、それって、本当に人々を守るためのことなのかしら？それとも、何か他に理由があるの？一部は保護のためかもしれないけど、大きな理由は権力の維持だな。情報が公開されると、政府への不信感が高まり、不安定になるから、情報をコントロールすることが必要なんだ。なるほど、情報をコントロールすることで、人々の思考や反応もコントロールできるわけね。それじゃあ、私たちが普段接している情報も、全部本当のこととは限らないのね。その通りだぜ。だからこそ、私たちは自分たちで情報を見極め、真実を探る努力が必要なんだ。本当にそうだよね。以上のデータを見てもわかる通り、中国は過去の様々な事件で死亡者数を改ざんしている。しかしこれは決して過去の話じゃないんだぜ。そうなの？直近で言うと新型コロナウイルスが流行した時なんてまさしくそうだな。中国衛生健康委員会は、COVID-19 で亡くなった人数を、約8万4000人と発表したんだが、そのほとんどがゼロコロナ解除後のもので、ロックダウン解除後に病院外で亡くなった人は含まれていないんだ。実際の人数よりも少なかったのね。実際は、どれくらいの人が亡くなったのかしら？中国疾病管理予防センターの主任疫学者である呉孫雄氏の推計によると、なんと、死者数は89万6千人もいたらしいぜ。公式が発表した人数より10倍も多いじゃない。COVID-19 を伝染させた責任を負いたくないために、ここまでやるのね。本当の数字を発表すれば、世界から総主観を食らって、中国共産党の体制が危うくなるからな。COVID-19 が流行した時、COVID-19 について報告した医師たちを噂を広めるとして、処罰したんだぜ。そういうことをするから、世界的なパンデミックへの対応が大幅に遅れたんじゃない？その通りだぜ。中国政府がウイルスの存在をなかなか認めなかったから、世界中でのウイルス拡散を加速させた。情報の開示と迅速な対応がどれだけ重要か、よくわかる出来事だったな。本当にそうよね。このように中国共産党は、COVID-19 の流行の対応から、都合の悪いことを、徹底的に隠蔽することがよくわかるな。
たとえ世界を敵に回しても、自国のメンツを守りたいのね。他にも、ウォールストリートジャーナルの調査で、中国の多くの省や市で仮想体数の報告が、削除されていることが明らかにされている。どうして、中国の多くの省や市で仮想体数の報告が削除されていることが分かったのかしら。追加死亡者数を調べたからさ。ウォールストリートジャーナルは、追加死亡者数を過去のデータと比較して、ある期間の死亡者数を予測する方法で調査したんだ。ふむふむ、過去のデータと比較するのね。そうだな、例えば、仮想された遺体の数が大きく増えていると、その期間に異常な数の死亡があったことが推測できる。追加死亡者数を調べることによって、中国の実態がよくわかるんだぜ。そうなのね、不正をしても、データについて詳しく調べればボロが出るものね。そうだな、不正でやり過ごそうとしても、いつかはバレてしまうものだぜ。ただ、これまで解説してきた通り、中国は死亡データのような不都合な事実を、どんな手を使おうがもみ消してしまう。死者数を簡単にちょろまかせちゃうんだから、人口を4億人くらい偽造するのもお手の物ってわけね。中国は、おそらくそれぞれに思惑があり、組織的にデータを改ざんした。こうして、外国資本を引きつけるために10億人を超える市場という神話を、作り上げたんだ。中国国内にも世界各国にも衝撃をもたらしたハッキング事件だが、人口虚偽の裏でもう一つの真実が明るみになったことも話しておこうと思うぜ。これ以上まだあるの？ハッカーがばらまいた情報の中に、こんな名前のファイルが含まれていた。ケースデータインデックス。事件調査ファイルみたいなことかな？その通り、これは上海公安局の警報発令デスク情報と、警察記録から抽出されたと思われるものだ。それは、なかなかきな臭いわね。このデータは中国で20年以上行われてきた迫害の歴史を裏付けるものになったんだ。中国共産党警察は、法輪功学習者を迫害する政策を実行しており、警察は電話かマルチメディアメッセージだけで意のままに人々を逮捕していた。ということがデータから明らかになった。法輪功？1990年代の気候ブームの終わり頃に設立された教団のようなものだな。なんか検索してみたら、日本でいうオウム真理教のようなカルト教団だ、って出てきたよ。確かに警察が警報を無視するのは良くないけど、ちょっと怖い集団なのかしら。それは中華人民共和国中日本国大使館の公式サイトに掲載されている情報だな。霊夢、暗直でパワーの強い言葉に簡単に惑わされちゃいけないぜ。もう少し当時の状況を見てみよう。わかったわ。まず、設立された当時、法輪功は瞬く間に全土に広まり、7000万人から1億人の人々が、法輪功を習っていたということ。日本国民全員習ってたって規模感ね。そして設立当時は政府も法輪功の存在を認めていたということ。ということは危険思想を持っているというわけではなかったのかな？最後に法輪功が急速に愛好者を増やす一方、中国共産党の求心力は低下していたということ。なるほどね。江沢民は、共産主義者が宣伝するマルクス主義や無神論が、法輪功が掲げる有神論に勝てない、という事実に恐怖を抱いた、そして瞬く間に未曾有の迫害が始まったんだ。まんまと情報操作に乗らされるところだったわ。中国にはこういった誤情報が洪水のように溢れ返っていると思うと、息を吸うように反日感情が芽生えてしまう人がいるのもなんだか頷けるよな。何でもまずは疑ってみないとダメね。話を戻そう。法輪功学習者は、迫害の対象となって以降数々の仕打ちを受けてきた。拷問、投獄、強制労働、精神的虐待など多岐にわたる。そこまでするの？ただ、中国当局はこの一連の迫害について一切認めていなかった。それがデータベースの流出により、不当な理由での逮捕、そして迫害により死亡した人物がいるということが明らかになったんだ。高確効果データ流出。一人の女性は2019年に5元の真相兵を販売したとして物的証拠もないままに逮捕。連行された先で警察に未知の薬物を投与され、その後死亡が確認された。怖ぁ。こんな感じで中国のデータは偽造のものばかりなわけなんだが、一転して習近平氏が認めた事実もあるぜ。ここまで来て何を認めたっていうの？中国の人口が減少しているということだ。中国では2022年、約60年ぶりに人口が減少に転じたという発表をした。2022年末の人口は前年より85万人減、2023年末はさらに減少幅が広がり、208万人減になったという。どうせそれより前から減少してたんじゃないの？そうかもしれないがな、発表するに至ったというのが事態の深刻さを物語っているように思うぜ。もう隠しちゃおけなくなったのね。人口減少の原因はやっぱり出生率の低下かな？日本とか韓国とかでも問題になってるけど。そうだな、中国の出生率は 6.39 と過去最低を記録していて、これは日本とほぼ同じ数字だ。日本もやばいわね。中国は1980年から2015年に実施してきた一人っ子政策を廃止していこう。補助金制度などで出生率の低下を抑えようと躍起になっている。
2021年には夫婦一組につき3人まで子供を設けることを認めたものの、努力虚しくほとんど効果を生んでいないようだ。どこの国も生活苦にキャリア進出と、出産に引き止められるものがなくなってきているのね。中国の SNS、Weibo でも、もっと簡単に生活でき、もっと安全が保障されれば、より多くの人が子供を欲しがるのは当然だ、という投稿に多くの賛同が寄せられている。裏を返せばそれが今の中国では実現できないってことだもんね。出生率の低下という問題は、中国では本当に近年になって公の場で取り扱われるようになったんだが、政府の対応も良くなかった。なんか尺に触ることでも言ったとか？そんなようなところだな。習近平氏は中国女性代表大会で本件について演説したものの、若い母親を支援するための経済刺激策や、柔軟な休暇制度や託児所といった、家庭に優しい職場環境の必要性には焦点を当てず、単に出産奨励の言葉を述べるにとどまったんだ。あなたに応援されたところで頑張ろうってならないわよ。それどころか、近年の若者の結婚や出産、家族に対する考え方について、指導を強化する必要があると演説したんだ。家庭を築こうと思わない若者が悪いって言いたいわけ？随分ないようね。もちろんこの言葉は若者に響くわけもなく、依然として中国の出生率は減少し続けるだろう。あとは人口の流入も中国では問題になっているな。富裕層が日本に居住、定住しており、その数は年々増加傾向にある。なんやかんや日本に住んでいる中国の人は多いわよね。それにしても富裕層の人にとっても中国は住みにくい場所なのかしら。彼らの多くは中国の生活環境への不安や、私有財産のために母国を離れる選択をしている。中国の洗脳教育に危機感を覚え、子供を洗脳教育から守るためだったり、私有財産を共産党に取られないように他の国での定住を選んでいるんだ。なるほどねー。日本を選ぶのは物理的にも文化的にも近しいものがあるから？それもあるだろうが、円安で相対的に日本の不動産価格が安くなったのもあるだろうな。流入も止められないし子供も生まれなければ、そりゃ人口も減るわよね。それと人口減少に関係しているかはわからないが、こんな恐ろしい噂も流れているぜ。若者の行方不明者が増えているという噂だ。一説によると年間800万人もの人が行方不明になっているようだ。どういうこと？近年中国では、路上で人々が突然縄で縛り付けられ、車で連行される動画が SNS に投稿され、話題を呼んでいる。そりゃ話題を呼ぶどころの話じゃないわね。何が起きているっていうの？一部では臓器狩りとの関連を疑う声が上がっているぜ。臓器狩り？要するに人身売買ってことだな。そんなことが実在するの？この臓器狩りのターゲットになっていた団体の一つとして、先ほど紹介した、法輪功学習者たちが挙げられる。当局に連れて行かれた法輪功学習者の中には、血液型などの生体データを採取され、臓器移植のために臓器を強制摘出、そのまま殺害された人もいるとか。さすがに嘘だと言ってほしいわ。それが、2019年6月、中国による両親の囚人からの強制臓器収奪に対する民衆法廷が、ロンドン市内で開かれ、判事団は最終裁定で、2015年に全面禁止されたことになっている、違法な臓器の収奪と移植は今も続けられている、と糾弾するに至ったんだ。民衆法廷っていうのは法的拘束力がないの？民衆法廷は、NGO や市民が人道上の罪などを裁くために設置する模擬法廷のことで、判決に法的拘束力はないのだが、影響力は大きいと言えるな。本当に恐ろしいことをするわね。中国の人口は今後も減少し、高齢化していくという試算が出ている。2034年には超高齢化社会になり、2085年には高齢者の割合が 42.9% になると予測されているぜ。ほぼ半数じゃない。総人口に関しても2100年時点で 7.7 億人とピークの半分まで減少する見込みだ。これから中国は人口回復のためにどんな取り組みをしていくのかな？かつて中国は一人っ子政策を行っていたわけだが、その時は、二人目の妊娠が発覚した時、妊娠を強制的に規制して、人口中絶を強要してたんだ。国の都合で尊い赤ちゃんの命を奪うなんてひどいわね。だが、習近平は、元公衛兵ゆえに、かつての一人っ子政策より過激な政策に傾くかもしれないぜ。一体何するの？それは、強制妊娠だ。一人っ子政策と真逆な政策ね。でも、そんな発想は狂気の沙汰としか思えないわ。だが、世界では現に毛沢東時代の中国と緊密な関係にあったカンボジアのポルポト政権と、ルーマニアのチャウシェスク政権がそれを実行に移しているんだ。狂気じみた政策を実際に行うなんて、狂っているとしか思えないわ。特にルーマニアのチャウシェスク政権によって1966年に制定された政令770号は有名だ。これは労働力を確保する目的で制定され、チャウシェスクはこの法令について、子を持たない者は脱走兵と同じだ、と語っている。じゃあこちとらも脱走兵で結構よ。この法令では中絶と避妊が厳しく取り締まられた。
子供のいない女性は中絶を禁止され、子供が5人未満の母親も避妊薬を買えない。離婚も原則認められず、25歳以上で子供のいない国民には重い住民税が課されたんだ。そんな、逆に子供を5人以上産めば行政支援が受けられ、10人以上産めば母親英雄の称号が与えられた。なんだかどこぞのナチスみたいな話ね。この政策によって当然ルーマニアは多産多死の状態に陥っていく。望まない妊娠が増え、親に捨てられた子供たちで満杯の孤児院がいくつも出現していたんだぜ。親に捨てられた子供がかわいそうだわ。中国もそうだけど、日本も少子高齢化が問題になっているから、どちらもこんな過ちを犯さないでほしいわね。そうだな。これからの中国が、一体どんな動きをするのか見ものだぜ。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後まで、ご視聴ありがとうございました。